今日もレッツユナイト。マリサ、今日何日だっけ？今日は15日だな。ニンフィアの動画投稿したのが9日だから、まだ1週間くらいしか経ってないのか。月末はハロウィンだからなんかイベントとかあるのかな。なんかリスも参戦してくるみたいだし楽しみだわ。何言ってんだ？リスなら20日に追加されたからもう使えるだろ。え？何言ってんの？今日15日なんだからまだ登場してないでしょ。15日ではあるが、11月のな。はぁ？ということで今日も張り切っていきましょう。いや待て。なんですかうるさいですね。なんだそのポケモン。今までそんなやついたか。確かに見たことないポケモン使ってるね。こいつは本日19日に追加された新ポケモンです。詳しいことはわかんねえや。ポケモンは XY までしかやってなかったもんね。追加されたポケモンの名前はジュナイパーよ。アタック型で遠距離タイプのポケモンね。詳しいんだな。頑張って調べたからね。特徴としては4回目以降の通常攻撃が強化攻撃になって途切れない限り継続することね。遠距離型のガブリアスみたいな感じね。何それめっちゃ強そうじゃん。ただ火力が出だすのは後半の方からになるわね。レベル5で一応進化はするのだけど、1回目の技を覚えるのがレベル7の進化時なのよ。エースバーンみたいな感じだな。あと非常に耐久力がないから敵に突っ込みすぎないようにね。逃げ用の技とかはないわけ？そんなものないわ。だから今回脱出ボタンを持ってきてるのね。今回持ち物は力のハチマキ、ピントレンズ、鋭い爪を持たせたわ。なんでその持ち物にしたんだ？多段ヒットの強化攻撃だからとりあえずハチマキ、ピントレンズでダメージの期待値を底上げ、最後はただただ火力上げたかったから爪つけただけね。脳筋じゃない人はお助けバリアとかが使いやすいかも。というわけでとりあえず上レーン来ました。サーナイトが序盤強くないからね。敵の中央はファイアローみたいだな。1回の攻撃でここまで削られます。空を飛ぶとかブレバとか食らったらおしまいね。リスちゃん守りたいんだけど火力が足りない。ダメだこや。そして次の標的にされてしまったぞ。ギリギリ生き残れると嬉しいんですけど。いやー危なかった。死ぬかと思ったわ。いいタイミングで蜂が湧いてくれたわね。わかんかったら死んでたわ。ありがとう蜂さん。じゃあ私の経験値になっておくれ。最低だ。最低ね。最低だな。だから倒されるんだよ。いや関係ないだろうが。基本技の紹介してなかったわね。 R 技はこの葉。詳細は画像の通りよ。説明めんどくさくなったのか。攻撃と攻撃速度上がるんか知らんかったわ。もう一個の技驚かすわ。まあこんな感じね。最初の技だしこんなもんだろ。ジャングル2周目に突入。これでレベル7に上がれるわ。技はどっちを選択するつもりなの？今回は葉っぱカッターにするつもりよ。影縫い何回か使ってみたけどうまく使いこなせなかったのよね。じゃレベル上がるまで選ばなかった方の技を紹介しておくわね。影縫いはこんな感じね。タメがあるからグロパンに似てるのかな。射程は多分ソーラービームより長かった気がするわ。違ったらごめんね。技自体はこんな感じ。射程長すぎるでしょ。攻撃力もかなりあるからロトムとかのラストヒット狙うのに使いやすそうだったわ。はいはい、こちらただいま進化いたします。技はさっき言った通り葉っぱカッターで。じゃ説明の方お願いします。はいはい、葉っぱカッターはこんな感じ。こっちは一撃必殺というよりはちまちま継続的にダメージを与えていく感じね。複数攻撃なら大集団戦向けだろうけど、あまり前に出すぎると一瞬で溶かされそうね。なら前に出なきゃいいだけの話よ。霊夢の言う通りよ。実際このジュナイパーは射程圏内ギリギリのところで攻撃することで火力を出せるわ。ここで最初に私を倒してきたファイアローが登場。帰りを気にしてやろうではないか。下からルカリを持ってんぞ。大丈夫なのか。問題ない、ウリムーが凍らせてくれるからその間にひたすら攻撃します。そのままもう一匹も落としてしまおうか。味方の鳥が最初に落とされて劣勢だったのに。すげえな、全部倒してしまいそうだ。これで敵したレーンは壊滅状態ね。ウリムーとうまく協力することができてたわね。さてここで技二つ目の説明を。選択しなかった方の技はこんな感じ。距離感が大事なポケモンだから近づいてきた敵を引き離せるのは便利だわ。で今回はそんな便利な技を選ばなかったわけと。火力を上げることに全てを捧げました。今回選んだのは影打ちの方ね。相手の防御を下げるから敵を倒しやすくなるわ。これは影とも相性は抜群よ。必中なのすごく便利そうだね。この技のいいところは視界に敵がいなくても範囲内に敵がいれば勝手に飛んでいってくれるとこね。おかげで作敵がかなり楽になるわ。なんやかんやで第一回かじりが目線突入と言っても敵のアローは上に行ってるし、こっち味方二人いるから余裕で取れそうね。さすがに一人じゃ削りきらんか。一人で簡単に亀倒せるのは修正前の無限ゲップくらいだろ。なんやルカリオさんが来たみたいだな。味方アローが追い返してくれたわね。急いで倒してあわよくばロトムまで取りたいわね。強化攻撃の3連当たる音聞いてて気持ちがいいな。思ってたより削るスピード速くない？確かに想像してたより早く削れて驚いたわ。ってことで亀を倒したんで上レーンに加勢しに行ってきますね。ロトム体力あと少しじゃんまずくない？必殺休み早連撃。射程長すぎんだろう。なんちゅう射程の長さしてるんだよ。はっ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 は。これがジュナイパーのユナイト技よ。アリス説明よろしく。ユナイト技は休み早連撃。さっき見た通り指定した方向へ連射するわ。欠点はその場から移動することができないこと。一撃技じゃないから囲まれた時に発動してもそんなに活躍できないわ。この技貫通じゃないから間に壁が入られるとスティール狙ったりできなくなるのよね。まあそもそもラストヒット向けの技ではないんだけどね。とりあえず下の第1ゴールの防衛に行くとしますか。その前にジャングルのポケモンを倒して
ておきましょうか。なんか上からいっぱい来てますね。早く援護しに行きなさい。強力な助っ人が到着しましたよ。うわ、腹立つんですけど。リス守りきれるかな。無理でしたね、ごめんね。あのキュリアだけは倒しておきたい。サーナイトに進化されると面倒だもんな。なぜかルカリオを倒してしまいました。キュリアには逃げられちゃいましたね。では下に向かいましょう。また敵がたくさん集まってきてるわね。一人ずつ端っこから倒していきましょうか。相手チームにもジュナイパーいるんだね。新キャラだからってみんなすぐ使いたがるんだから困っちゃうよね。ほんとお前もその中の一人だけどな。このザリガニはイノムーちゃんにあげましょう。こらーファイアロー。なんとかマンムーに進化できたみたいね。さあマンムーよ、私を守る壁となり敵を凍らせまくるんだ。私は後ろの方からチクチクしといてあげるから、とどめはアローに任せましょう。うん、完璧なチームなんじゃね。とどめ任せるんじゃなかったのか。私英語関連出してるだけだから知りません。ゼラオラのユナイト技も優秀なマンムーの歌バリで守られましたね。なかったら死んでたわ。すごいね、ランクマッチじゃないのにナイスタイミングで使ってくれたよね。マンムーの人しっかり助けられた分こちらも働かなければ。ヒヒ、英語鍛錬だ。説明しよう。英語鍛錬だは何も考えずただただ高橋名人のごとく連打をする技である。説明いらなかったんですけども。亀の次はロトムジェイ。必殺やすぎばやれんゆき。説明しよう。いや結構です。ロトム取られてるじゃん、なんやってんの。さすがにさっきと同じようにうまくはいかないか。とはいえ仲間の攻撃も合わせてロトムの残り体力半分まで減らしましたと。先に敵さんから倒しておきましょうかね。万一ロトムにゴール壊されても問題ないように。敵のジュナイパーもユナイト技使ってたね。隙だらけだから簡単に倒せたな。またまたいまいまし野郎を倒しておきましょう。そっかロトムも攻撃してくるのか、忘れてたわ。ちょっとだけ危なかったわね。通常攻撃してるとき体力回復してんのかな、よくわかんないけど。回復してるんだったら葉っぱカッターとの相性抜群だね。3倍回復とかになるのかな。そうだとしたらだいぶ強いな。たくさん敵を倒してるからレベル上げも順調ですわ。ではサンダー戦まで倍速。今回は味方にも恵まれてるな。強めの人多いから助かるわ。亀が残り10秒くらいで出現するのよね。どうしようかな。うん、殴りに行きましょう。ワンチャン倒せる。行くぞサーナイト、オラに力を貸してくれ。ヒヒ、英語鍛錬だ。説明はいらないです。あいあいさ、なんとか倒してしまえそうね。サンダー前にシールドつくのはありがたいわ。そのシールドもお前が動画投稿サボってる間に弱体化したらしいがな。うるさい、そんなことは気にしなくていいのだよ。敵に体落ちしたところでサンダー戦開幕。とりあえずリードしてる状況なのでサンダー守る方向で行きましょうかね。サンダー守るとか言いながら敵殲滅したいだけだろ。バレました。でもまあ結局それがサンダー守ることに繋がりますしね。サンダー守っていくって話はどうなった。敵さん来ないならサクッと倒しちゃおうかなと思いましてね。なんか思ったより集まってきましたね。残り体力が。ナイス味方、サーナイトが取ってくれたな。下手したら逆転負けしてるところだったわ。では最後にユナイト技ぶっ放してゴール決めてきますわ。今更だけど方向は変えることができるのね。なかなか遠くの敵には当てきれないけどね。というわけで勝利です。 You win!新ポケモン使ってみた感想は？なかなか楽しかったわよ。語彙力のかけらもないな。味方とうまく連携取れるなら強いと思うわ。ソロランクで使うのは少し難しいかもって感じね。今までみたいにぶっ壊れっていうわけじゃなかったしね。ポケモン界隈は今頃ジュナイパーのことばっかりなんだろうな。ところがどっこいそうでもないみたいよ。はい、ダイパのリメイクか。そうそう、そういえば今日から発売だったね。完全に忘れてたわ。私はまだ買ってないけど視聴者の方は買われたんですかね。私初めてプレイしたポケモンが BW からなので買おうかどうか迷ってるんですよね。買った方がいいよって方は高評価、買わない方がいいって方も高評価、チャンネル登録お願いしますね。てなわけでご視聴ありがとうございました。